深いなと思いました。はい。会議の中でどういった話が聞いたんですか。今回の与野党の幹事長会談は、前回の幹事長会談で、この小沢氏の国会招致の問題について、幹事長、岡田幹事長が、実現のために、まあ、努力をすると、しかもこの国会中に実現できる努力をすると、まあ、こういうお話だったんで、それについての、回答をいただきたいということで、まあ、野党の中から呼びかけて、まあ、実現をしたものです。でこの小沢さんの招致、小沢氏の招致の問題については、岡田幹事長から、小沢氏が国会で何らかの説明、責任を果たすことが必要であるということは党の役員会でも確認をされたけれども、小沢氏本人から応ずるという回答を得ていないということで、まあ、引き続き努力が必要であるというふうに認識をしておりますと。で会見は夏に向けて引き続き努力をしたいと、まあ、こういうお話がございました。合わせてですね、この国会で、衆議院で、可決をして参議院に送付されている12の法案について、まあ、ぜひこの国会で成立をしたいと、合わせて朝鮮王朝の儀器を中心とした文書の引き渡しについて、それができるようにこの国会で協定についての承認をいただきたいと、まあ、こういうお話がございました。まあ、それについて、まあ、各党からいろいろ意見がありましたけれども、まあ、私の方からですね、まあ、引き続き努力しているということだけれども、まあ、小沢氏本人がそれについて応ずるという返事は得ていないということで、結局小沢氏、本人にですね、なんか責任をかぶせて、党としてこの問題について、決着を図ると、責任を持つということが全く感じられないということで、まあ、事実のゼロ回答ということを、まあ、申し上げました。それから、まあ、法案についてはですね、私どもも国民生活のに密接な関わりのある法案についてはですね、まあ、特に与野党が合意しているようなことについては、まあ、できるだけ速やかに成立を図るべきだと思うと、具体的なことは、まあ、国会の運びなんで、まあ、国対長官にしっかり協力していただきたいと。から朝鮮王朝の危機を中心とした文書の文書の引き渡しということについてはですね、これは日韓関係極めて重要だし、今日韓関係を進める上で、できるだけ早く実現すべきだというふうに私どもも考えているということを、まあ、申し上げました。まあ、概要そういう中です。事実上での回答ですが、国会対応について、今後、具体的にこれは事実上のゼロ回答って、まあ、誠意がないというふうに言わざるを得ないわけです。で、これはまあ党として決めればですね、これはまあ当然実現できる話なんで、結局はまあクリーンな政党と言いながらですね、その責任を全く果たさない、その看板を外すべきだというのが私たちの考えです。で、まあ、この国会、まあ、会期末に向けてですね、まあ、必要な法案処理は、まあ、すると。ただ、まあ、問責決議が、まあ、議決されてますから、まあ、一方の委員でですね、この人は、まあ、大臣として不適格であるということを議決した人が出るような、まあ、委員会の審議には基本的には我々は応じられないというのが基本であると。まあ、その他については全く心境表するつもりもありませんし、国会のルールにのっとって粛々と、審議を進めるというふうに思ってます。で、話の中で何か国会が止まってるかのようなですね、でそれは野党の責任であるかのような岡田さんの岡田さんにその話があったんですけれども、まあ、国会は粛々と動いてますよと。今日も会議をしますし、我々は国会が止まってるなんて認識は全く持ってないと。必要な審議はきちっとするということは基本ですよということを、まあ、申し上げておりました。幹事長が事実上のゼロ回答だというふうに意見を述べたら、直接そういう言い方はしませんけれども、これは、まあ、党としての責任を放棄していると
ということを申し上げたい。岡田さんの答えというのは、特にありません。まあ、引き続き努力をするということをまあ申し上げるだけですということを繰り返しおっしゃっていました。これはもうあの書き末ですから、当然実現のためには一定の手続き期間が必要なので、今日の段階で見通しがないと、引き続き努力するというのは、この国会中にはこれはできないということを言っているようにしてしまうわけで、まあ、そういう意味ではやっぱりこの姿勢というのは厳しく立たされている。会期の延長について、お話があったんですか。会期の延長についてはですね、野党各党からは延長制度もやるべきだと、またその必要な法案をぜひ成立させたいということであれば、会期の延長制度もやるべきじゃないのかという意見が野党各党からありました。それについては、国会長は、この会期内での話ということで、それについては直接は触れません。幹事長の会議に、私はそういう主張はしてません。この臨時国会でですね、政治と金の問題がその審議するための障害物になっていると、そういった状況が続いてましたけれども、まあ、今国会で事実上前進が見られない結論になってしまうと、通常国会の影響についてはどうですか。当然やっぱり政府与党としてですね、やっぱり国会の審議が行われる環境を作るというのは、まあ、政府与党などとして責任だと思います。そういう意味でこの問題に政府与党は決着をつけられないという問題ことはですね、まあ、今後の審議にも大きな影響を与えるざるを得ないというふうに思います。今後野党間で何か話し合いをして、さらに政府与党に求めるだとか対応を協議するというのは特に今日は特に決めてません。ただ、まあ、官庁会談、今日やりましたけれども、実質的な進展がないということですから、まあ、これ以上与野党の官庁会談を開いてもですね、よっぽど与党の側が前向きなと思いますが、例えば具体的な回答、例えばこの問題、招致の問題について言えば、こういうふうに実現をしますという具体的な回答がない限りはですね、ほとんど進展がないという意味で、まあ、今日も、まあ、基本的に言うと、まあ、各党が主張の場合あったものを彼に終わったということだと思いますし、まあ、この状況は変わらないんじゃないかと。そういう政治の場合に動かない民主党の中で、そういうのを進めるのは、当然これはもうこれまでも通ってきてますし、まあ、民主党の中にもですね、そういう声が非常に今高まってきてるんじゃないかという認識を持っています。よろしいですか。はい。